プロストラチンはサモアのママラノキに含まれているプロテインキナーゼシー活性化剤である。プロストラチンは1976年にオーストラリアのピメルア属植物ピメリープロストレイタから新規ホルボール類延体として初めて単理された。後に民族植物学者のポール・アラン・コックスとアメリカ国立がん研究所の研究チームが行った。 サモアジンヒーラーの伝統的な知識に関する研究で、プロストラチンの抗ウイルス活性が発見された。サモアジンヒーラーは、肝炎の治療に、ママらの木を用いていた。ホルボールエステル類炎体は、CD4T 細胞に潜伏している、人免疫不全ウイルスを活性化させ、健康な細胞へのウイルスの感染を阻害する。プロストラチンは発がんプロモーション活性を示さない、ことから、 HIV 感染に対する治療に有用である可能性が示された。プロストラチンはゲノムに潜伏感染したウイルスを活性化するユニークな活性や健康な細胞へのウイルスの感染を阻害すること、また民族植物学によって発見されたことなどから興味を持たれている。サモアの先住民族知的財産権を保護するための全駆的な合意が サモア政府と米国のエイズリサーチアライアンス及びカリフォルニア大学バークレー校の間でそれぞれ交わされている。2001年にエイズリサーチアライアンスの利益の20%をサモアの人々に還元する合意がなされた。カリフォルニア大学バークレー校のジェイキースリングの研究チームはプロストラチンの生合成遺伝子の単理を試みており、2004年、 サモアとカリフォルニア大学バークレー校は遺伝子産物から得られた商業的利益をサモアと均等に分配することに合意した。2008年、スタンフォード大学のポール・ウェンダーラはホルボールからわずか4段階でプロストラチンを合成することに成功した。この実用的合成法により、グラム単位でプロストラチンを供給することが可能となり、医薬開発への重要な前進となった。 2010年に AIDS Research Alliance は、スタンフォード大学の研究チームで開発された技術の独占権を得る新たな技術共有契約をスタンフォード大学と結んだことを発表した。プロストラチンは、12王テトラデカノイルホルボール13、アセタートなどのホルボールエステルとは異なり、発がプロモーター様活性はほとんど示さず、逆に、高発がプロモーション活性を示す。 ありがとうございます。